ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムちゃんです。幽霊のゆう子です。このパソコンはロゴでループしちゃって起動しないんだよ。バイオスが起動しないんだぜ。これはハードオフで買ってきたんだよ。値段は4400円だったよ。第4世代コア i7 が搭載されているんだよ。しかしこれじゃあ使えないぜ。このメッセージとメーカーロゴとのループ状態なんだよ。これはシステムディスクを入れて何かキーを押してくださいっていうことだね。何のキーを押してもメーカーロゴに戻っちゃうんだよ。万事休すってわけだぜ。でもバイオスが起動することもあるんだよ。CMOS クリアーをすると一度だけバイオスが起動するんだよ。CPU は Core i7-4810MQ を搭載しているよ。この状態から再起動するとまたさっきみたいにロゴでループするんだぜ。というわけで CMOS 電池を交換してみるよ。この CMOS 電池は単なる CR2032 じゃなかったんだよ。ちょっと特殊だったから Amazon で買ったんだよ。値段はなんと500円もしたんだぜ。それじゃあ早速分解していくよ。なんと MSATA の SSD がついていたんだよ。通常はストレージは抜いてあるから得した気分だね。バッテリーも取り外すぜ。それじゃあどんどんネジを外していくよ。CMOS 電池にたどり着くまでにはちょっと面倒が臭いんだよ。それじゃあまずこのフラットケーブルを外すよ。ここが電源と接続されているケーブルなんだぜ。これを壊しちゃったら通電すらしなくなるよ。CMOS 電池はここにあるんだよ。CMOS 電池のコネクターは無線 LAN アダプターの下にあるんだよ。それじゃあ無線 LAN アダプターを取り外すぜ。無線 LAN アダプターを取り外したらその下にコネクターがあるんだよ。とっても外しにくい位置にあるんだよ。コネクターを抜く工具を買ったんだよ。しかしいささか作業がやりにくいことないか？斜めから掴まないといけないもんね。オール着せずにマザーボードを取り外すよ。面倒が臭いけどマザーボードを取り外して交換するよ。ここでもコネクター抜きが活躍するぜ。これなら線に負担をかけずにスムーズに抜けるね。それじゃあどんどんネジを外していくよ。モニターケーブルも引っこ抜くよ。ヒートシンクも取り外すぜ。CPU が顔を出したよ。一応 CPU は生きているから損ではないね。CPU クーラーも取り外すよ。ファンのコネクターも取り外すぜ。全部外さなくてもさせたけど一応全部バラしたよ。とっても意地の悪いコンソールだったんだよ。こんな取り付けにくい位置にコネクターがあるんだよ。これは線をちぎれと言っているようなものだぜ。それじゃあ新しい CMOS 電池を取り付けるよ。古いやつと比べると線が短いことない？別に使えればそれでいいんじゃない？それじゃあ早速組み上げていくぜ。CPU グリスも塗り直しておくよ。メルカリで買った怪しいグリスを塗るよ。それじゃあどんどん組み上げていくよ。というわけで CMOS 電池を交換したぜ。CMOS 電池を交換したけど全く症状は改善されてなかったよ。一度だけ BIOS が起動してこの状態になったよ。キーボードの問題じゃない？外付けのキーボードを用意したぜ。これで起動してくれるかな？キーボードが原因だったら簡単だね。外付けのキーボードをつけてみたけどダメだったよ。それじゃあ OS のインストールディスクでも入れてみるぜ。システムディスクを入れてくださいっていうメッセージが出るんだもんね。要求通りにシステムディスクを入れたよ。OS のインストールディスクを入れたよ。何も出てこないじゃないか。それじゃあ USB ドライブを抜いたよ。結局メーカーロゴでループしているね。USB のディスクを入れた状態で止まっちゃってるよ。起動ディスクを入れればフリーズして動かなくなるぜ。これはとってもおかしいね。おかしかったら笑えばいいんじゃない？ USB を挿した時点の状態で止まっちゃってるよ。このストレージが悪さをしているんじゃないのか？それじゃあ SSD を取り外してみるよ。SSD が悪さをして起動しないってこともあるもんね。SSD を外してみたけどダメだったよ。BIOS が起動しないじゃないか。それじゃあ今度はあらゆるフラットケーブルを外して試してみるよ。最初うごうせいで動作させてみるよ。面倒が臭いから逆立ちした状態でやってみるよ。これで動いてくれるだろうか。他の機器が悪さをしていることもあるもんね。あらゆるケーブルを抜いて試してみたけど症状は変わらないよ。これはとっても困っちゃったね。メモリーの接触不良の問題じゃないのか？それじゃあ接点復活剤でもつけてみるよ。メモリーエラーで進まないってこともあり得るもんね。今度こそは起動してくれるかな？起動しないじゃないか。症状は全く変わらないよ。実はメモリー2枚取り付けるとメーカーロゴすら出ないんだよ。
上の段のスロットにメモリーを取り付けると何も映らないんだよ。基板のどこかに異常があるんじゃないのか？基板に異常があったらお手上げだね。直流安定化電源で調べてみるよ。それじゃあプラグを挿してみるよ。わずかに電流が流れているぜ。怪しいコンデンサーを探してみるよ。メモリー周りに充電も置いて調べてみるよ。小さすぎてわからないね。それじゃあ以前もらった顕微鏡で調べてみるぜ。この顕微鏡はタダでもらったんだよ。これがあるとよく見えるんだよ。どこかに怪しいコンデンサーはないかな？こいつはなんだかおかしいことないか？ちょっと変な色をしているね。テスターを当ててみるよ。これってショートしているってことかな？それじゃあこのコンデンサーを取り外してみるぜ。こんな小さなコンデンサーを取り外すのは初めてだね。それじゃあフラックスを塗るよ。上手に外せるかな？これも練習だぜ。それじゃあヒートガンで外すよ。ヒートガンも当てているよ。なかなか外れてくれないね。低流点ハンダを持ってやったらどうなんだ？それじゃあハンダを持ってみるよ。これはもう壊したも同然だね。CPU とストレージのパーツ取りができればラッキーだね。とりあえずこのコンデンサーを取り外してみるぜ。これで外れてくれるかな？やったー、コンデンサーが外れたよ。こんなに小さなコンデンサーを取り外したんだね。しかし交換用のコンデンサーを持ってないんだぜ。コンデンサーの静電容量を測ってみるよ。そこまかと動いて扱いづらいね。このコンデンサーが壊れていると考えていいのかな？とりあえず起動確認をしてみるぜ。また元通りに組み上げるよ。これはとっても面倒が臭いね。それじゃあ電源を入れてみるよ。これで起動してくれれば儲けものだぜ。電源が入らないよ。電源ランプが点滅しているよ。これは一体どういうことかな？他にも怪しいコンデンサーがあるんじゃないのか？壊れたコンデンサーは一個だけじゃなかったのかな？それじゃあもう一回分解してみるよ。これはとっても面倒が臭いね。もう一個のコンデンサーも外してやるぜ。これで起動してくれるかな？残念だけど起動しないよ。もう一個のコンデンサーの静電容量はいくつかな？10マイクロファラットのようだぜ。それじゃあ10マイクロファラットのコンデンサーを2個つければ起動するのかな？交換用のコンデンサーは持ってないからどうにもできないね。それじゃあこれは CPU を抜いてハードオフに捨てに行くよ。CPU を買ったと思えばそれでいいぜ。ご視聴ありがとうございました。